デニス・シャポバロフはカナダの男子プロテニス選手。イスラエル・テルアビブ出身。ATP ツアーでシングルス一勝を挙げている。身長185センチメートル。左利き、バックハンドストロークは片手打ち。自己最高ランキングはシングルス10位、ダブルス44位。5歳からテニスを始める。ジュニア時代、2014年全米オープン男子、ジュニアダブルスでは、 同胞のフェリックスをジェアリアと組んで優勝した。2016年ウィンブルドン選手権男子、ジュニアシングルスで優勝し、同年にプロに転校する。7月のシティオープンでツアーデビューした。ロジャーズカップにワイルドカードで出場すると、1回戦でニックキリオスを7から6、3から6、6から3で破り、ツアー初白星を挙げた。 2月のデビスカップ2017イギリス戦では2勝2敗で迎えた最終試合に出場したがカイル・エドマンドとの試合中にフラストレーションを貯めて観客席に打ち込んだボールが審判の左目を直撃して失格となった。カナダはイギリスに通算2勝3敗で敗れ、シャポバロフは7000ドルの罰金処分を受けた。 3月のガティノーのフューチャーズで優勝すると2週間後のドラモンビルチャレンジャーではチャレンジャーツアー初優勝を果たした。7月のウィンブルドン選手権でグランドスラムに初出場し1回戦でイエジアノビッツに4から6、6から3、3から6、6から7で敗れた。8月のロジャーズカップでは2回戦で元世界ランキング4位のフアンマルティンデル・ポトロを下す。 金星。三回戦では、第一シードのラファエル・ナダルを3から6、6から4、7から6で破る、大金星を挙げ、準々決勝では、アドリアン・マナリノに勝利し、ATP ツアー及び、マスターズ戦で自身初のベスト4に踊り出た。準決勝では同じく若手のアレクサンダー・ズベレフに、ストレートで破れた。全米オープンでは予選を突破し、本戦二回戦で、 第8シードのジョー・ウィルフリード・ツォンガを6から4、6から4、7から6で破り4回戦進出。4回戦で、第12シードのパブロ・カレーニョ・オブスタに6から7、6から7、6から7で破れた。10月23日には49位になり、トップ50位を果たした。11月に、2017年から新設された、ネクストジェネレーション ATP ファイナルに21歳以下の、 レースランキング4位で出場したが、ラウンドロビンで1勝2敗で敗退した。年始に250位だった世界ランキングは、最終的に51位で終えた。2017年の ATP ワールドツアーアワードで、最優秀新人賞と、最も上達した選手賞に選ばれた。2018年全豪オープンでは、前年全米オープンで勝利した第15シードのツオンが、に2回戦で敗れた。 デルレービーチオープンでは、イボカロビッチなどを倒し、ベスト4の成績を記録した。メキシコオープンでは1回戦で西コリ・ケイトの初対戦を逆転勝利で制したが、2回戦では、第3シードドミニクティームにストレートで敗れた。5月のムチュア・マドリードオープンではマスターズで2度目のベスト4進出を果たしたが、準決勝で優勝したアレクサンダー・ズベレフに敗れた。 BNL イタリア国際では3回戦まで進んだが、ラファエル・ナダルに敗れた。全仏オープンは2回戦で敗退した。ロジャーズカップとウエスタンサザンオープンは共に3回戦で敗れた。全米オープンは、フェリックス・オジェアリアとアンドレアス・セッピを下したが、3回戦で、ケビン・アンダーソンに敗戦した。ジャパンオープンテニス選手権では、 スタンはウリンカラを制して4強入りしたが、準決勝でダニール・メドベージェフに敗れた。この年は優勝こそなかったものの、大きな大会で一定の成績を残して順位を上げた。年間最終ランキングを27位で終えた。全豪オープンは3回戦でノバク・ジョコビッチに敗れた。BNP ・パリバオープンでは2回戦でマリンチ・チリッチに勝利したが、3回戦では、 オベルト・ホルカシュに敗れた。マイアミ・オープンでは、ステファノス・シチパスや、フランシスティア・フォーを破り4強入りした。準決勝では、ロジャー・フェデラーに敗れた。また、ロハン・ボバンナと組んだダブルスでもベスト8に入った。全仏オープンとウィンブルドン選手権は1回戦、敗退。全米オープンでは、オジアリア・シム、ヘンリラクソネンを破り、3年連続の3回戦進出を果たした。 三回戦でガエルモンフィスと対戦し、7から6、6から7、4から6、7から6、3から6で敗れた。10月のストックホルムオープンでツアー初優勝を果たす。ATP マスターズ年間最終戦であるパリマスターズではアレクサンダーズベレフラを下して決勝に進出、ノバク・ジョコビッチに3から6、4から6で敗れたが、 ランキングは自己ベストを更新する15位となった。全米オープンではグランドスラムで初めてベスト8に進出、準々決勝でパブロ・カレーニョ・ブスタに敗れた。BNL イタリア国際では準決勝でディエゴ・シュワルツマンに敗れるも大会後のランキングで10位となりトップ10位を果たす。シャポバロフはウィンブルドンでは準々決勝で同胞のフェリックス、オジェアリアシムを破り、 自身初のグランドスラムベスト4入りを果たし、トップ10に返り咲いた。シングルス、1W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加。 P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。